療？まずい。また奴らに手を浴びたら、また暴走してしまうかもしれない。私が私でなくなる暴走。イーチに支配され、無様に暴れるなんてもうごめんだ。そうさ、今度こそ使いこなしてる。私の力として、私がイーチを操ってやる。そうだ、お姉ちゃんは。戦いながらお姉ちゃんを探しです。Thank you.
また寮で勝負する気か？まあ見た目じゃ違いがないからね、わかんないわよね。でもあんな大量生産の粗悪品と一緒にされるのは正直不愉快ね。ふざけ、所詮レイコはレイコだろ。相変わらず威勢のいいこと。それじゃあお仕事始めますかね。今日はサキちゃんの採血に来ました。ちょっとチクってしちゃうかも。採血。
Thank you.
咲、逃げて来ちゃダメ。ダメ。お姉ちゃん、どうしたの？ねえ、どこか痛いの？何があったの？意味違う。ごめん咲、私もう抑えられない。
姉妹ではなんだ。 おい、 教えてから行け。 うるさいやつだ。 じゃあこれだけは教えてやるよ。 資料どもは 代用品なんだよ。 資料は代用品。 そうさ、 イミチが本来狩るべきもの、 それは別にある。 そしてこの戦い、 イミチが勝つ。イミチが本来狩るべきもの、イミチが勝つ。またわけのわからない言葉を残していきやがって。たとえ生きる意味がわからなくても、それでも私たちは生かされている。どうせわからぬ未来なら、今を精一杯生き、自らの手で未来を切り開いてやる。